何かこの2月に告知しなきゃいけないことはあるということではあるわけですね、はいはい、さてその前にこの株式会社ピース2ピースの事業内容についてお聞きしたいんですが、どんなお仕事をされてるか、はい、プロ人材で法人の課題を解決するということをしておりまして、はい、なかなかいろんな企業の方はですね、中途でいい人を採用したいと実はなかなか取れなくてですね、はい、そのプロ人材、私たちが言うプロ人材、業務委託契約で週2回3回4回で稼働して法人の課題を解決する、つまり成果にコミットをするという働き方でやっている人たちなんですね、はい、そういうことをしておりますね。おー、なんか伝わりました。普通の社員のスタッフの方、いやこの方々ももちろんね活躍する人もいらっしゃると。ところが今の時代ってどん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 でいろんなスキルを要求される DX 含めて、そうなってくるとなかなか本当のね第一線のプロのスキルノウハウを持った人はさすがにねいらっしゃらない率が高いということで、はいはい、まさにプロ人材が活躍する場が整ってきたという、そういう時代背景もあるんですよね、はい、マーケティングを中心として事業開発ですとか広報ですとか営業ですとか、はい、まあ、様々な職種のまあ、プロ人材が今1万3000人登録者としておりまして、まあ、このそういう、はい、大沢さんのところに1万3000人そうですね、キャリミというの方登録者で、キャリミの方で登録者が1万3000人おります、ね、はい、ピース2ピースっていうのは会社名だけども、はい、キャリミというのはそのサービス名、おっしゃる通りですね、サービス名ですね、はい、そこには1万3000人ですよ、はい、それも今言いましたように営業のプロもいれば、はい、広報のプロもいれば、マーケティング、マーケティング、デジタルマーケティングと、わあ、ね、確かにね、で人事であるとか、はい、採用のプロ人材とか、いやいやいや、これ欲しい、喉から手が出るほど欲しいという、そんな感じの人たちがたくさんいらっしゃる、おっしゃる通りということなんですね、はい、2007年でしたっけ、会社を、ね、会社は2009年に設立してまして、キャリミーというサービスは2016年、つまり7年目になりますね。7年目でもそのサービスはすごいこう右肩上がりじゃないですか。おっしゃるとおり、まあ、このサービスを始めてから年々おかげさまで売り上げは倍々に伸びていて、まあ、取引先で言いますと1500社を超えてきて、まあはい、素晴らしい1500社、うん、でこのサービスっていうのが今やっぱりもうこの波に乗ってる時にもっとイベントまでやって、はい、もっと皆さんに告知しちゃおうっていうのが多分今回ここに来ていただけた理由っていうことですかね。はい、おっしゃる通りですね。はい、それではちょっとそのもう画面出てるじゃないですか、プロ契約を日本にっていうことで、あれ僕じゃないですね、はい、いや本田圭佑さんですね。本田圭佑さんですね、はい、ちょっと似てるなと思ったんですけども全然似てないですね。さてこの告知というのはどういう内容のもので、どんなイベントなのか、はい、ありがとうございます、はい、カンファレンスを無料でご参加いただきます。カンファレンスを2月の21日に開催いたします。はい、はい、で何をするかというとですね、まあ、その1万3000人の中のえりすぐりの15人のプロ人材がピッチをし、そのプロ人材に法人も相談できる、まあ、相談も無料という形で、相談ができると、まあ、ここに真ん中の下の方に書いてあります通り、元サイバーエージェントでとかですね、ドコモとかですね、非常リクルートとかですね、うん、そういったところ の、まあ、出身の、まあ、起業家ですとかフリーランスの方が、まあ、登壇されると。まさに第一線で活躍してきた人たちがと、はい、まさにプロ人材と呼べる人たちがここにいてピッチもしてくれて、はい、相談にも乗ってくれると、はい、うわうわうわ、素晴らしいイベントですね、はい、ただどのぐらいのレベルの人たちが揃ってるかっていうのはまさにそこで見れると。おっしゃる通りです ね、ここに今メディアがかなり注目してまして、はい、いろんなメディアが参加される予定ですと、はい、ちょっと次のページを言っていたら、前回実はこれ今回2回目でございまして、はい、左手前回の実績なんですが、前回はライザップさん、パルコさん、マネーフォワードさんなどなどたくさんの会社が賛同いただきまして、はい、75媒体のメディアに掲載いただきました、うん、素晴らしいですね。じゃあもうそのぐらいの
企業も注目しているし、おっしゃる通りです。そしてまさにそこにいるプロ人材の人たちだっていろんな期待を持ちながらそのイベントに参加しているということですね。あの QR コードあるってことは、あれで QR コードをってやると、そうですね、あの法人さんはですね、まあ、あのこのプロにも無料であの相談ができますし、まあ、あのちょっと面白いあの法人さんであったり面白い、まあ、プロ向けの求人を出していただくんですが、まあ、そうするとメディアから取材をいただくというようなメリットもございまして、はい、まあ、なんせあの無料でございますから、あ、そうですね、ご参加いただける場合はこの応募フォームからいただければと思います ね。本田圭佑さん本人は登場できないけどビデオでは登場していただけると、はい、動画でもこのプロ契約についてもしくはこのカンファレンスについてあのメッセージを動画でメッセージをいただけるという形になっております。でもプロ中のプロが本田圭佑だっていうことでまさにアンバサダーとしておっしゃるとおり、ね、サッカーにやっぱり本田圭佑さんという存在がいてビジネスにもああいうプロがですねなかなか正社員ではあの本田圭佑さん取れませんと、そういう場合にはプロとして活用するという選択肢がありますよというところでございます ね。本田圭佑さんも出資されて言っちゃっていいんですか。大丈夫です。あの株主ですね。あらあら、ということで、はい、そのぐらい本田圭佑さんも信頼を、ね、はい、持ってるし期待もしてるぞというのが、はい、この、キャリーミーのサービスということですね。はい、はい、皆さんぜひちょっとその時間をねこうチェックしていただいて、そして2月の21日にどちらに行けばいいんですか。赤坂の方のスタジオがございまして、あのベクトルさんのスタジオになってますね。そちらであの開催いたします、はい、オンラインでも参加可能です。オフラインでもオンラインでもどっちでも参加が可能という形になっております。はい、ということで皆さん伝わったでしょうか。でも素晴らしいイベントになると思いますし、これからっていうのはまさにそのプロ人材のスキルをやっぱり欲しい時代になってきたということですし、はい、ぜひそういう選択肢もこれからはね当たり前のようになる時代が来ているということだと思います。本日は急遽登場いただきありがとうございました、はい、そしてトラブルもあったんですけどもありがとうございました。はい、ということで株式会社ピース2ピース代表取締役の大沢亮さんにお話をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。